お届けしようと思います。もうね、桜が終わってツツジも終わって藤の花も終わってしまいました。これからはね、まあ花勝負とかホタルが見られる頃じゃないかなと思います。私は去年勝負園でホタルを楽しんだんですよね。皆さんホタルなんか見たことありますか？その後八女方面だったんですけど、山の中をホタルが乱舞している場所があって、そこはなんかすっごい幻想的で夢のような光景でした。今年も会いたいなぁと思っております。さーてと、こんな感じですが、のりさん、はい、こんばんは。早く出てきて、こんばんは。こんばんは。もう、あ、たくちゃんこんばんは。ちょっと汗出ることがあったな。汗出ることがあった？誰が？私が？私がや、私が。録画のスタート忘れた。マジで？マジで？もう一回する？いやいや、もう。じゃあちょっとオープニングだけちょっと言おうか。嘘やな。皆さんこんばんは、ゆずとおしゃべりのお時間です。オープニング曲はクロマチックハーモニカ、八木秀之さんで恋風をお送りしております。これは明日の夕暮れのアルバムに入っている曲ですよ。皆さんぜひね、聴いてください。そしてですね、今日のタイムテーブルをご紹介しようかなと思っております。まずはですね、お料理のお話をしようかなと思ってます。私お料理食べるのが好きなので、お料理もまあいろいろと作るんですけれども、その私の、ね、撮った写真、作ったお料理をご紹介しながら、その食べることについての話なんかもしていけばいいかなと思ってます。それからその次になりますが、中身ゆなさんがニュースを読まれるということを聞いております、そしてゆずフォトのコーナーでは、朝倉にありますキリンビール園、違う、名前が何かだったっけ、キリンビールなんだっけ、キリンビール、あれあれあれ、聞かれてもしゃあキリンピアパークだキリンビアパークのお話をね、しようと思っていますので、ビール好きの方はぜひね、ちゃんと聞いてくださいね。そして、今回できるかどうかわかりませんが、大阪弁対博多弁ね、こちらどうかな、時間があるかなという感じです。というわけで、この番組では大阪ののりさんと一緒にお届けしようと思います。約1時間の番組になっております。どうぞ最後までお付き合いくださいね。はい、ということで、これからはですね、お料理のコーナーということで、のりさんにね、写真を出してもらおうと思ってますけれども、お料理の写真をポチュンポチュンと出していただいていいですか？はい。来ないぞ、来ないぞ。お、これ？ということで、ありがとうございます。お、出ましたね。今写真が出ましたけれども、これは私のある日の朝食です。ある日の朝食ある日の朝食だってね、日にち忘れちゃったんですけれども、一番手前側に鶏が立ってるなんか、ああこれか、これはですね、パニーニのパニーニなんですよ。イングリッシュマフィンっていうね、パンがあるんですけど、朝から舌噛みそうやなそれにチーズとハムを多分挟んでると思うんですね、で、その向こう側にあるのが、ピクルス、同じカゴに入ってるのがピクルスです、そしてその奥がソーセージとサラダかな、で、左手の方が面白い形でしょ、鍋、でね、タジン鍋って言うんですよ。今ね、ちょっと前に流行ってた鍋なんですけど、知ってますか？知らない。知らない。モロッコのね、鍋なの。へぇ。で、このモロッコの鍋、どうしてこんな形してるかっていうと、お水が少ないじゃないですか。なので、お水がなくても、お料理ができるように、下から熱せられた、ものが上につくでしょ？水分が。その水分がまた下に落ちるっていう。
ほう。でそのモロッコではこの形の鍋が、うん、いっぱいあるんですよ。へえ。でこれは一人用のお鍋なんですけれども、この中に入っているのが鶏のトマトソース煮です。朝から豪快な。はい、しぶやさん美味しそうということで、しぶやさんありがとうございます。美味しかったです。ついつい食べ過ぎてしまいました。しぶやさんも久しぶりやな。お、いらっしゃいませ。久しぶりということで、うん、で次行ったらいいんか。次行ってください。はい、はい、ですね、はい、これできました。これはある日の晩。これはある日の晩ご飯ですでなんかそれ醤油と塩でワインか、それは。それ醤油じゃありません、ワインです。赤ワインです。ワインやな。うんうん、ですね、これですね、ダッチオーブンってご存知ですか。ダッチオーブン。ダッチオーブン、あのね、ダッチライフとかほんのちゃんやな。ちゃいますわ。ちゃいますわ。あのね、キャンプなんかで、よく使う、煮物っていうのか、鉄のね、うん、厚手の鍋なんですよ。うん、で、本来は、下、焚き火とかして、その上に鍋を置くじゃないですか。うん、で、その上に、炭とかのを伏せて、うん、上からと下から温めるっていうお鍋があるんですよ。うん、だからオーブンみたいになるんですね、上からも火が入るから。ほうほうほう。でそのダッチオーブンっていうのが今家庭向けに出てるんです。うん、ガスコンロの魚焼き器があるじゃないですか。うん、でそこの魚焼き器の中に入れられるダッチオーブンっていうのがあって、うんうん、でそれで作ったんですけれども、豚とそれから、これをレンコンと山芋、長芋か、うん、を、ローストしました。これ柔らくなるわけ？うん。柔らかなので、ホクホク。おぉ。すっごい美味しいんです。私ね、このね、レンコンのロースト大好きなんですけれども。で、上の方に見えるのが、オレンジと玉ねぎのサラダですね。うん。そして、右側が野菜たっぷりのコンソメスープです。はい、オランダ式オーブン、オランダ式オーブンなんですね、ダッチオーブンって。だからね、このダッチオーブン結構優れもので、ケーキが焼けたりとか、うん、パンも焼けたりとか、もちろん煮込み料理もできるので、うん、なんだっけ、サムゲタン、鶏のスープがあるじゃないですか。おう、うん、鶏のね、韓国のお料理なんですけど、それなのも煮込めたりします。いろいろ凝ってるな。はい、食べるの大好きですから ね。はい、じゃあ次のページ行きましょう。ページはい、これ皆さん何かわかりますか。じゃあこれじゃがいもやろ。じゃがいも、手前は玉ねぎ、奥は人参で、これはですね、真ん中にあるのがわかる。これですね、中にタイが入ってるんですよ。タイ、タイ、あのね、タイの塩釜焼きといって、うん、塩に卵白を入れて、うん、でその下にオーブンでそのタイを包み込んで、でオーブンで焼くっていうお料理なんですよ。タイが入ってる。タイが入ってる。写真は私あげましたっけ。この包んでるのは何。包んでるのは塩。え、なんか白っぽいね。で塩、うん、ソルト分かってるわそれにね、白身をね、まぶして、うん、なんか固めてるんですよ、タイ。うーん、でオーブンで焼くんです。変わった食べ物やな、これも。次、大阪行きますってよ。たっ
かよしさん、丸山さん、どんどん大阪来てください、はい、来てください。そしてこれがですね、あのタイのアクアパッツァというものになります。何やこれは。タイが丸ごと一匹入ってるんですけれども、あー見えてんのタイが、うん、顔が見えてるでしょ上の方に、入ってるんですよ。で、あのね、白ワインとお水とそれからオリーブオイルで、あの炊くんですけど、あとね中に入ってるのはあのオリーブの実とかそれからトマトとかアサリの貝殻、うんうんです。どんな味なんこれは。なんか割とねさっぱりとした感じですよ。あの お魚のスープが、うん、うん、出るので、栄養はありそうやけどな。うん、とても美味しいです。動画が見れない、見えないということで、うん、動画は今やってません。写真をね、写真をお届けしております。みんな見えてるんでしょうかね。はい、これはですね。ただの野菜スープです。なんじゃそれ。なんじゃそれ。でもですね、こう体に優しいスープを食べるっていうのは、うん、朝とかね、うん、休みに食べたらいいなと思って。男の人って結構野菜食べないでしょ、嫁さんとかね、うんうん、ね、作っておいて、でもしこの固形が嫌だったらこれをバーミックスとかでブーンって潰して、うん、でダックするとまた美味しいかもしれないです。うん、しかしあれはね、器に凝ってるね、器に。大好き。だいぶ量産持ってんかな、うん。器。器たくさん持ってます。持ってんの。うん、もうね、器買うの趣味。趣味。買うの趣味なの、器だけどちゃうやろけど。あ、洋服もね、靴も。何でも買うからね。そうなのね。あれ、画面真っ白ってなんで？なんでやろう。僕が入り直したらどうだろうか。ええ。うん。衝動買いやもんね、いつも。そう。うん。料理の写真はこれだけね。あ、そんだけだったんだ。うん、そうそう。はいです。うん。ということで、もうなんか、先週送っていたので、何を送っていたのかちょっと覚えてなかったんです。無責任。本当にすいません。ちょっとですね、本当、お料理って楽しいんですよね。のりさん、お料理するんですか？ね、ちょっと一時パスタに凝ったことあるね。うわ、どんな作ってましたか？いろいろその、やり方、うんうん、茹で方とかなんかそのでカッコバーッとこう鍋に広げ方とかや、ふわーっと広げ方とかや、なんかそういうので塩加減とかなんかそういうので凝ってたことはないけどな、うん、一時。なるほどなるほど、うん、私もパスタ大好きでよくお昼はね、うん、作ってるんですけど、うん、どっちかって言ったらシーフード系が、うんうん、エビとかね、うん、イカとかね、うん、そういった系のパスタを作ることが多いです、うんうん、でソースはクリームじゃなくてトマト系かまたはオイル系ですね。オイル系ね、オイルベースね、うん、オイルベース、うん、オイルベースやな、うんうん、もうね大好きです。アンチョビとか使いますか？アンチョビも、うん、使う時もあるし、まあいろんなパターンは、そんなような種類は作らんけどな。うんうん。私この間、パエリアも作った。おお、スペイン。うん。なんかね、最近、あっち系の。あっち系。が好き。あっち系の。スペインとかイタリアとか、あの辺のお料理が好きで。うんうん。うん、なんかこう、ただいま絶賛勉強中みたいな感じなんですけれども、世界中の料理を作り倒すっていう、うん、作りたいな、うんうんうん、タジン鍋とかもあるから、タジン料理なんかもね、モロッコ料理なんかも作りたいんですけど、クスクスっていうお料理もあるんですよ。クスクスねえ、笑ってもあるな、うん、クスクスっていうのはパスタの一種なんですけど、でもパスタみたいに長くなくて、なんかちょんちょんって米粒みたいな、うんうん、
あのものなんですよね。でスープを野菜とお肉で煮込んだスープをかけて食べるみたいな感じですね。なるほどね。エビ多いねということで、エビ大好きです。カリオストロフミートボールパスタ。カリオストロフミートボールパスタ。わかりますかこれ？わからん。カリオストロフ。うん、カリオストロってカリオストストロってなんかあの映画じゃなかったですか、ルパン。あれカリオストロの、カリオストロの知らんな。適当に言うてないか。いやいや言うてない、言うてない、言うてないか、うんうん、命のスープ、日本人のソウルメイソウルスープは味噌汁ということでですね、あ、味噌汁、味噌汁の具何しますか、のりさん。味噌汁の具、うん、いや豆腐は絶対言うやろ。あ、絶対絶対、うんうんうん。で、じゃがいも。ああ、じゃがいもね。うん。まあ、大根も入れるときあるか。ああ、大根も美味しいかも。うん、で、昆布入れるときもあるし。昆布？昆布、昆布ちゃうわ。わかめか。どっちが。わかめだと思う。わかめか。まあ、食べる方は適当やからな。そうやな。自分であんまり作る。あのあれだよね、あの私親戚の家に遊びに行ったら、うん、あのね、さつまいもの、うん、うん、味噌汁あるよ。ある、さつまいもも。びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。皮付きで。皮付きで、うん、あるある。あ、あるんだね、うん、ありますよ。知らんかった。知らんかった。だから初めて、ほら、あの自分のうちって作らないものが出ると衝撃でしょ。うん、生ある、甘くて美味しいと思って食べたけれども。そうそう、さつまいも入れることもあるよ。うんうん、うん、ああ、なるほどなるほど、うん、カウンタック風ミートボールパスタ。え、カウンタックって車だよね。ビャーっていう、あのペタついんだな、うん、ねえ、どうするでしょうか。あ、やっぱりほら、そうだよ、カリウストロの城で、うん、ルパンと次元が取り合っていた料理ですって。ほう、あー、当たった当たった。レシピ自作でクックパッドに載せてますということで。おお、なるほど、そうなんですね。すごい、うん、すごいお料理上手なんだ。お料理大好きですね。昨日もワインが飲めるお店行ったんですよ、うん、でそこはそのまあスパークリングとかでも結構いろんな種類があって、一杯500円ぐらいから飲めるんですね、うんうん、で、あのね、出てくるお料理が200円の皿、300円の皿、400円の皿、500円の皿みたいな、そんな感じになっていて、うん、で、本当にちょこっとなんですけど、例えば昨日食べたのはキュウリのサーモン巻き、うん、とか、あとエスカベッシュ、うん、南蛮漬けですね、とか、エビの春巻きとかね、うん、そういったものをね、なんかこうちょこちょこっと食べれるんです。んー、だからね、あのほら、一人で行ったらなんかこう一つ頼んだらもうお腹いっぱいになっちゃうでしょ、うん、でもそこのね、お店はあのね、いろんな種類が食べれるからすごい楽しかったです。おー、相当相当食べ歩くね。好きですね。昨日のお昼はあの春吉にある、山町さんというお寿司屋さんに行ってきましたけれども、ほとんど食べ物の写真で埋め尽くされてる。その通りです。だって私食べること大好きなんだもの。みんな食べることあんまり興味ないのかな。まあ、ここまで食べれんけどな。なあ、うん。あ、美味しいもんだったら今からでも食べれるよみたいな、このぐらいの勢いです。太るしな。太るの気をつけなきゃね。うん、そうそう。それで、はい、ということでですね、まあ、私はこんな風にお料理を作るのが大好きなので、うん、まあ、あのお料理のね、紹介なんかもまたぼちぼちしていこうかなと、作ったものをね、うん、載せていこうかなと思っていますので、うん、皆さんもなんか得意料理とか簡単にできる、ね、レシピとかもしよかったら教えていただければ。これしかしな、ずっとほんまにそのちゃんと家で作ってちゃんと食べてるわけ。うん、家で作るやつは。そうよ。
食いしん坊万歳ってこと万歳だいぶ家で作る場合は豆やね、せやけどね。うん。そう、外食もその分多いけどね。外食も多いけどな。でも、うん。でも、なるべくお魚を食べるようにしてる。外食でも。でも写真は2個多いけどな。あ？あ？写真もやな。あ、そう？うん。でもほら、タイだったでしょ？うん、結構肉系多いで、最近。え、多い、うん、昨日でも魚食べたい。あ、そうか。昨日ほら、お寿司に、うん、夜は、サーモンとか、エビとか、うん、それから何だった？エスカベッシュは、南蛮漬け魚。うんうん、あと、野菜スティックだったから。うん、ほら、肉一切食べてない。うん、どっちだっていう噂がちょっとあるけども。でも、なるべく、何かあったときは、魚をセレクトするようにしています。うんうん、はい、はい、パスタは八幡駅前のスイーツ&バーブルー、何これ、オーシャン、オーシャン、うん、ブルーオーシャンが秀逸ですということでですね、八幡駅前なかなか行かないですけれどもね、うん、でもなんか美味しいならぜひ行ってみたいですね。何が一番おすすめなんでしょうかね。それからあんハギちゃん、私なんかね、なんかよく言うらしいんですよ。あん？あんって。それは何？もだえてるわけ？違う。ちゃう。あ、なんて言ったんみたいな、そういう意味です。あ、そういう意味か。もだえてんか。食べてもだえてんか。ちゃうちゃう。魚も青魚系がヘルシーということで、昨日のエスカベッシュはアジでした。ね。ちゃんと青魚も食べております。なるほど。な感じですね。うん、最近一押しの、あ、この間なんか、簡単な、うどん。うどん？簡単なうどんの作り方。簡単なうどん？うん。どんな？ね、冷凍うどんって必ず買っとくといいんですよ。うん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 。で、ちょっとね、食べたい時に作れるんですけど、人参をすりおろします。うん、それもジャンプされたんだ。すりおろします。はいはい、そして、その上に、あ、最初にまずね、うどん茹でます。うん、で、で、器に入れます。うん、そして、人参すったのをかけます、うん。その上に納豆を乗せます。納豆？うん。で、その上に、ほら、甘酢の、なんだっけ、もずく、かけます。混ぜて食べます。うまいやんか。めっちゃ簡単で。簡単やけど。栄養満点。まあヘルシーやるけどな。うまいんかな。一回作ってみて。ちょっと躊躇するな。今日のお昼は実はそれでした。でもね、そのもずくじゃなくても、それに、人参に、それから納豆に、そしてめんつゆ食べても美味しいです。うん、簡単なうどん、お湯を注いで3分待つ。どっかにあったんですか。ちゃうわ。ちゃんと一応手はかけてる。うん、ね、そう、人参をするだけで手間かかってるもんね。うん、結構硬くてね、すりづらい。うん、なるほど。うん、そう、納豆がちょっとな。納豆ダメなの？じゃあ納豆食べるけどな、うん、そのうどんに納豆がどうも引っかかるな思って。一回作ってみて。躊躇するな。そうなの？そうなのって。意外に美味しいんだから。そうか。ということで、まあゆずの、美味しいもクラブのコーナーでした。今買った。勝手に作った。勝手に作った。勝海さん、こんばんは。のりさん、あきちゃん、ツッコミ入れてって。何が何が美味しくないってこと？どこ？うん？かつ、かつふみさん。ツッコミか。かつふみさん。はーい。うん。なんですね。ということで、じゃあ次のコーナーに行きましょうか。はい。はい。では、この次のコーナーは中見ゆなさんが。ああ、中見ゆなさんね。
今日はどんなニュースを仕入れてきたんやろか、一遍読んでみましょうか。はい、はい、中見ゆなさん、そしたらお願いします。それではニュースをお伝えします。5月8日火曜日午後1時ごろ、福岡県朝倉市キリンビアパーク内で生ビール樽を転がしながら歩く女性がいると通報がありました。目撃者の話によりますと、その女性はビールビールと叫びながら、片手には瓶ビール、もう片手には缶ビールを握りしめ、交互に飲みながら、そして樽を蹴りながら、時には踊りながら、どんなんや、時には歌いながらと、大変見苦しい姿で歩いていたということです。警察は最近全国で指名手配されているゆず容疑者ではないかと見て全力で捜査していますが、現在見つかっていないということです。大変危険ですので、発見された方は直ちに警察に通報していただきますようお願いいたします。以上、ニュースをお伝えしました。あのゆなさんって、あのなんかそのずっと警察にマークされてるわけ、そのゆずっていうのは。そのようなんですよ、ずっと警察やね。なんか怪しい行動してるらしくって、ああでもなぜか逃げ足だけは早いようです。逃げ足早いけど時期にこけるやろ。いきなり消えますよね。消えるやろ。ええー、あのね、うん、いろいろ抱えてる割に、あの高い靴履いてるやろ。そうらしいんですよ、目撃者の話によりますと。で時期にこけるくせに高いの履いてんねや。そうなんですね。危ないわ。本当ですね。大丈夫なんでしょう。何と何を飲んでるって？片手に。片手に缶ビール、片手に瓶ビールと。どんなんや。どんな飲み方やの。そうですね。前はね、あのなんかカメラと iPhone を両手に持って。あら。両使いでやってたっていうけど、両方使うの好きやねんな。器用ですね。器用とちゃうやろ、それ。そうなんですか。器用とは言わんやろ。あれ、私器用かなと思っておりましたけれども。いやいや、器用だったらこけへんやろ。またそれは別の神経がね。うん。で、時期に逃げるんやな。ん？時期に逃げるんねんな、あえて。時期に出る？時期にね、すぐに逃げてしまうねんね。そうですよね。何なんでしょうかね。お酒が呼んでるんでしょうか。酒、なんかお酒の匂いがするみたいな感じで走っていくんじゃないかな。走るのはあれの、こうまた開きながら走るんかな。どんなですか。え、バーってまた開いて走っていくんかな。だから大変見苦しい格好って。見苦しい格好、ね、もうちょっと上品に走ったらいいんやけどな。ですね。上品に走れへん割にはこけるという。その女性、博多でも目撃したことがあるということで、うん、ハグちゃんが言ってますけれどもね。見たいわ。あ、警察だけでなく自衛隊と国防総省にもマークされていると聞きましたということで。大ことなってるな、しかし。大丈夫でしょうかね。でもね、早くね、どんな状態かこう捕獲しないと危ないですよね。危ない。うん。早くもう捕まえてもってや。捕まえて。うん。ねえ、まあ、大阪方面に行きましたときには、ぜひ、そちらののりさんの方で。かなわんな、それ。そんな、また開いて走ってこられたらかなわんな。いや、そんなことはないと思いますけど。逃げるわ、もう。嫌やわ。そう。知らん顔するで。怖いですね、もう。まあ、もうちょっとね、はい、次回は、マシなように。本当ですね。うん、素敵なニュースをお伝えできたらいいなと思っております。うん、もうちょっとね。夢のあるようなですね。綺麗なね。本当ですね。うん、私も、こんなニュースを見たくないんですよ。でも、仕事ですから。仕事ね。仕事ですから。そうやね。わかりました。次回また楽しみにしておきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは私曲をご紹介させていただきます。中見さんが曲を紹介ね、はい、野口ゆきさんで Song for US
という曲をお届けしたいと思います。野口ゆきさんは福岡のシンガーソングライターでいらっしゃるということです。皆様どうぞお聴きください。はい、ありがとうございました。ねえ、伝えきれないほどの想いが今溢れ出すよ。ねえ、何も知らず過ごしていたあの日々の私も一人じゃない、そう世界
はい、というわけで野口ゆきさんで Song for US をお届けしました。いかがだったでしょうか皆様。続きましてはゆずのフォトコーナーです。8日の日にですね、福岡県朝倉市にありますキリンビアパークに行ってきましたので、その模様を写真とともにお届けしたいと思ってます。のりさん、写真の方お願いします。はい、どれやったかなあれこれか。あ、そうですね。まず今出てると思うんですけれども、これ何の花か皆さんわかりますか。返事がない。ですね、これはポピーです。ピーポピーってやつね。ちゃいます言わしいなってポピーです。ピーパピーやったわあのね、このキリンビアパークはこの時期はポピーが咲き乱れております。そして秋はコスモス、ね、ということで、季節ごとに、ね、お花を、いろんな花を見せてくれるんですけれども、今ちょうどですね、このポピーが満開の頃だと思います。ね、ちょうどキリンビアパークの前に花畑があるんですよね。ちょうど先週ぐらいなのかな、ポピー祭りが開かれたということで、たくさんの方が訪れてるんじゃないかなと思います、ね。あ、これもポピーの花です。見えないということで残念、ごめんなさいね。コピーじゃないよ、ポピーだよ。ね、ちょうど私が行った時はね、一分咲きぐらいだったので、なんかこうグリーンのところがね、すごく多かったんですけれども、今は多分、満開だと思います。ぜひね、お近くの方、行っていただければいいなと思っております。で、まずはですね、お腹を満たすべく、併設されているレストランに行ってきました。ね、あ、ここがポピー畑が見えるところなんですけれども。これなんかええ感じやね。ええ感じですか？ちょっと海外っぽいやん。お、よかった、うん。このね、木はね、桜なんですよ。春は桜。が楽しめるということになっておりまして、この下に座ってたら毛虫いっぱいつきそうやな。ああ、まあ確かにね毛虫注意報みたいな、そんな感じなんですけど、そんな言うたらあかんな、うん、ねえ、で、これほんまに海外みたいな感じだね、パッと見たら。お、まあ、嬉しいな、うん、いらっしゃいませ、こんばんは山田さん。あ、こんばんは。はい、お久しぶりです。ん、今ですね、福岡県朝倉市にありますキリンビアパークのお話をさせていただいております。で、ですね、これが、まあ、そのこんな感じで、うん、どんな感じこんな感じ、ほら、あ、パスタになっちゃったさっきのところ花がちょっとうっすらと見えたと思うんですけれども、ここがですね、キリンビアパークに併設されているレストランでのお食事シーンなんですけれども、これが目的やったんか。うん、違う食べるのは好きだけど、うん、やっぱり、ね、ビアパークだからビールですよ、出来たての。あ、そらそうやね。そりゃそうでしょ、うん、結構ね、安くて美味しかったですよ。そのビールっていうのは何ビールとかあんの。その何、一番搾りでしたね。一番搾り作ってるところでした。え、ほんなら一番搾りいうことはサントリー。え、キリン。キリンか。うん。キリンのビール工場か。そうです、そうです。キリン。あ、そうか、そうか、そうか。ね、うん、はい。なるほど。で、なんか本日のランチとかも多分1000円以内ぐらいで食べれるんじゃないかなと思って。うん、なんか意外とほら、そういうところって高いじゃないですか。うんうんうん、レストランの中ってね、うん。でもね、意外となんかこう、リーズナブルに食べれましたし、うん、焼肉っぽい感じ、多分ジンギスカンだと思うんですけど、そういうのも食べれました。この女は、パスタ、ビール飲みながら食べるわけ。いや、ビールは工場見学ができ、あ、
ここではもちろん飲めますよ、うんうん、飲めますけれども、私は工場見学を控えていたので。さっき食べたんや。さっき食べました。だってまあね、うん、だって先に食べておかないと悪いです。ビール工場行って先食べるか。先ビアパークじゃなくても常にビール行ってるようなということで、ひどいでですね、12時からその工場見学に行ってきたんですけれども、うん、まずはバスに乗って生産ラインを見学に行きました、うん。この辺りはちょっと写真撮れないエリアだったので見せられなかったんですけれども、瓶ビールの洗浄から瓶詰め、それから蓋付け、うん、ラベル貼りの一連の作業をちょっと見せていただくことができました、うん。この瓶がね、なんか可愛いの、なんかベルトコンベアでカタンカタンカタンってこうなんかこう流れていく姿が、うん、とっても可愛かったです。ほうほうほう、うん、なんかお見せしたかったんですけれども、うん、あ、試飲は3杯までです。今の3杯勝手で3杯飲んだんちゃうんかい。母ちゃんで、ビールは大麦を発酵させた麦芽から作られます、うん、風味付けにホップを使うというところで現物なんかも見せてもらいました。これが大の、うんうん、初が舞だから麦芽、さっきのが麦芽でこれがホップです。おで、このホップっていうのをこう半分に切ったら結構ね、香りが。あ、これがホップか。うん、これホップと言います。おこれが香り付け。初めて見たかも。あ、本当ですか、うん、乾かしてあってね、結構、うん、もう軽くなってましたけれども、ですね、粉砕した麦芽は水と混ぜられて、麦芽に含まれるでんぷんやタンパク質を温水の中に溶け込ませ、麦芽自身の持つ酵素の力で透過させて甘い麦汁を作るということで、うん、この麦汁も味見することができました。ほう、なんかね、甘くてね、なんかね、不思議な味なの今回は一番搾りの麦汁をいただいたんですけれども、うん、これなんか一番飲みやすいということだったんですが、うん、なんか、いや、もう一杯っていうふうに飲みたいというような味ではなかったですね。あ、で、これの、この麦汁っていうのもやっぱりビールごとに味が違うということでした。ほうほうほう。うんうん。で、10日の終了した、麦汁液をろ過して、ホップや副材料を加えて煮沸するそうなんですよね。うん、で、ホップを加えることによりビールの濁りの原因となるものがある程度除去されて、うん、ビール特有の香りと苦味をつけることができると、うんうんうん、煮沸により麦芽酵素の働きを止めて、ね、うん、麦汁を濃縮して所定の濃度にするそうです、うんうんうん、煮沸を終了した後に沈殿したホップカスとかおりを取り除いて冷却して酵母を加えて発酵させるそうです、うん、これを 7日から10日間ほどで、アルコール分約 5% のビールができるそうです。うん、この時点ではまあちょっとまだ荒くて、うん、未成熟な感じなんですって。うん、で、風味のバランスが取れていないので貯蔵タンクに入れて熟成させると、うんうんうん、なんかビールなんかも育てていくそうなんですね。うん、スキーとかだとね、なんか育てるイメージがあるんですけれども、ビールもこうやって熟成させるということで、このビールの味と香りが深まって、炭酸ガスが液の中に溶け込むということになっているそうです。キリンって九州にあるんやな、ほんなら。でもね、この、ここは、九州、沖縄、山口、島根の一部ぐらいまで配達してるそうです。あ、そこで作ったやつを。そうです、そうです。やっぱりあれかな、北海道っていうのは札幌とか強いんかな。そうなんでしょうね。うん、あれ、うん、今中身ゆなさん来たんかな、またあれ真似したらあかんよ。あ、なにそれ、本当に本当にって真似上手だから、もう本当にジンギスカンは北海道行ってるわ。いや、北海道、うん、ホップで臭いんですか。ホップちょっとね、匂いがありますね。そこまで臭いっていうほどではないですけど、うん、まあ、独特のやっぱり氷みたいなのがありました、うん、半分に割って
匂いを嗅ぎましたけれどもね。でこの中には液体がまだ入ってないか。この液体はここに入ってると思いますよ。もう入ってるわけか。もう入ってるはずです。こういうのがねたくさんあって、で大阪の方はねだから結局ここで作ってるものは飲むことができないので。あー残念。うん、ぜひ一度遊びに来てください。遊びに来ることもあるで、まあこの工場見学の最後のお楽しみっていうのはもちろん試飲ですよね。あ、これがね貯蔵タンクみたいな、外にあるんですけど結構大きいですよ。九州全部あるって言ってるわ。本当だ、札幌もキリンもサントリーもアサヒも九州にありますよっていうことで、アサヒ竹下、そうなんですよ、うちの近くにあるんです。あのね、博多駅から一つ目のところに竹下駅ってあるんですけど、そこにアサヒビール園っていうのがあるんですよ。博多から次はあの鳥島ちゃうかった鳥島、え、前のとこ鳥原、え、何だろう、前の言うてたとこや、し、何々市っていうこの前案内したとこ糸島？全然違う。ちゃうな。いやちょっとハイボールのだからな。糸島じゃないんか。うん。竹下。竹下。うん。でここもやっぱりジンギスカンとかね。うんうん。焼いて食べながらビールが飲めると。うん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 。今ね福岡空港でビアガーデンあるんですよ。福岡空港に。でね、送迎デックじゃ、なんか屋上みたいなとこがあるでしょ、うん、そこで、ビアガーデン、やってるんです。福岡空港までビアガーデン飲みに行くん？私まだ行ってないんですけど、飛行機を眺めながら、うん、ビールが飲めるってなんか良くないですか？知らんけどな。え、なんで？なんで？空港行って飲むんや。札幌強いですよ、北海道ということで、うん、やっぱそうですよね。それはやっぱり札幌言うぐらいからね、九州で強かったもしゃあないもんね。で、うんうん、で、ゆずさん毎週飲みに行っているとかとかって。毎週行ってないです、さすがに車がないので。毎週じゃない、毎日や。そうそう、空港ビアガーデン行ったよということで、どんな感じだった、ちょっと教えてください。あのね、うん、空港ってね意外といいんやで。本当に？ムードがロマンティックね。そう。ちょっとこれ好きな人落とすために私ちょっと頑張って誘ってみますよ。あんたが落とす。私が落としてみせる。あんたやろ。あ、そっか、逆だ。あんたやろ。まあね、そんな感じなんですけれども、まあここの出来たてのビールがね最後に飲めるんですよ。これなんかうまそうやな。そうでしょう、出来たてですからね。でね、湯気上がってるやん。でね、これ見て、このおつまみが出るんですけどね。うん。これ前田のクラッカーかな思ったわ。うん？あたり前田のクラッカーかな思った。あのね、さっき麦芽があったじゃないですか。うん。麦芽をね、今だけ限定って言ってお菓子にしてるのがあったんですよ。それももらったの。それはどんな味なの？塩味。塩味ってそれ乾燥になってないんやけど。本当だね。あ、でもね、ちっちゃいんですよね、麦芽。ほんと米粒みたいな。だいぶ長く食べるから小鳥になった気分でした。小鳥って。歌うとてや。どんな歌やな。を、僕の知り合いは札幌朝日ビールのを関東にトラックで行ったり来たりしてますよということで。なるほどですね。あ、熊福さんは、福岡空港は福岡の中心から地下鉄で10分ぐらいということで結構近いんですよ。あ、便利やねんな。そうなんですよ、だからね、10分か、近いな。すっごい近いですよ。ほんなら関空からピュッて飛んだらピュッてもうしない、すぐ着く。あ、そんな便利ないとこにあるんや。うん、そうなんです、そうなんです。ほほほほほほ、うん、ピチピチピーチで行かなかな。ピチピチピーチでぜひ来てください。そうそう、でね、うん、で、そのまあビールはここで3杯飲めるんですけれども、うん、3杯ね。私は2杯しか飲まなかったです、言っときます。で、ね、ビールの本当ですよ、ビールの注ぎ方教室みたいなのがあるんですね。おうおうおう、その泡の立て具合。うん、うん、で私ね、
このビール工場見学に行く何前、うん、前というか随分前なんですけど、うん、ビール注ぎ型教室、なんかビールマスターみたいな、なんか知らないけど、うん、そういう講座に行ったことがあって、うん、私は前習っていたんですけれども、うん、なんかこうビール注ぐときってなんかグラスを斜めにして泡をあんまり立てないようにするじゃないですか、うん、まあ継いだりするときに、うん、だけどそれを大きな間違いなんですね、うんうん、でグラスをちゃんと立てて、うん、バーッと上から注いで、うん、泡をねもううわーって立てるの、蓋にすんやろ、うん、そうで泡を立てて、でその泡がねまず半分ぐらいになってから今度は泡がグラスの上1センチぐらいまでなるように注ぐんですね、うんうん、でまた泡がしばらくして時間が経って落ち着いてくるじゃないですか、うん、で最後に残ったのを注いでたらその泡がきめ細やかな感じになるそうですね、うん、うん、なの でそれが美味しいビールの注ぎ方ということでレクチャーまでしていただきました。これね前にキリン その、うん、今言うてる注ぎ方テレビでやってたことあるわ。あ、それですね、うん、その通りだと思います、うん、でもちろんグラスは冷蔵庫で冷やしておくことが大切です。うんうんうん、うん、本当に今からねビールが美味しい季節なので皆さんぜひ試してください。ただね、うん、時間がかかるんですよ。何の？泡が落ち着くまで。ああ。うん。だから、まあ、一杯目は、パーッとついで、ごくんごくんって飲んで、はよ、飲みたいね。二杯目ぐらいを、まあ、こう、飲みながら、ついでおくみたいな。とにかく、はよ、飲みたいだけ。当たり前じゃないですか。そんなに焦らんでもええやろ、別に。だって待つのなんかちょっとね、ガツ飲みやんそれ。だから2杯目ぐらいからねそうしていただければいいと思います。なるほど、うん、そしてここで問題です。うん、ビールの王冠のヒダの数はいくつか皆さんご存知ですか？なんじゃそれ。うん、ビールのヒダ、うん、王冠にヒダがあるでしょ。どこのキリンビール？いや、多分みんな他のも、普通に栓抜きで開ける瓶が、蓋があるでしょ、うん、あれ、王冠。ああ、あれかいな。王冠のことです。ほう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 。だいぶあるな、あれは。うん。なんでしょうね。だいたいどのぐらいかわかりますか？ね、ちょんちょんちょんのちょちょんちょちょんやで。ネットで検索しちゃダメだよ。誰か答えてください。凍らせたジョッキの、霜がなくなりそう。あ、なんでなんで？置いといてな。ああ、時間がかかるからね。うん、サーバーから直飲み。どんな飲み方で口受けるってやつ。もうグラスいりません。私、口受けます。みたいな。また開いて、ガーって飲んでる。本当ですか？もうだから、品がない人に思われるからやめてください。またニュースで嫌われるよ。あ、今答えが続々と出ています。21、24とかそんなあるんや。20もある。うん、さあどうでしょうか。16ぐらい。じゃあ答え言いますよ。みんないいですか？うん、答えはね、もう出てます。21と。おお、よう3年な。それね、それ以下だとなんかもうすぐポロッと抜けてしまったりとか、うん、それ以上だとなんかすごい抜けにくくなるんですって。うん、21っていう数字はなんか黄金の数字ですよ。ほう、うん、ゆずちゃんもああいうぐらいのひらひらつけたやつつけてんの？何に？何に？今ちょっとふとそっちのふりをしたんやけど。ひらひらのワンピースが持ってますよ。ひらひら。で、やっぱり21ついてんの。21かどうか数えときますね。21以下だったら、なんか風でふわーって飛ばされるとか、そういうのがあるんですかね。なんで？いや、わかんないけど。ビールからそっちの話になってる。うん、すいません。はい、ゆずさんの年齢。ああ、なるほど。それからサーバーを食べるゆずちゃん。どんなですか、どんなですかね。うん、お、なんか
実数企画で決まってるはずだったとかっていうところで、ほんならどこのメーカーも もちろん同じ数やね。多分そうなんじゃないでしょうかね。でね、今ね、写真に画面に写ってるのが何か分かりますか、うん、これ見上げてくれんの。え、いやもう食べた食べたって何よ。食べたって食べたこれ実は食べ物なんです。何よ、皆さん分かりますかこれ。缶の、うん、缶の何やこれ、うん、缶じゃないやな。だからせんべい。缶じゃないんですよ。惜しいなぁ。惜しい、欲しくないか。あ、でもまあ方向的にはそっちか。チョコでもないやろね、まさかね。あら、うん、それチョコですよ。これチョコなの。うん、中にね、ビールゼリーが入ってるチョコレートなの。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、クッキーとか言ってますけど、残念、チョコレートでした。チョコね。うんうん。要はなんていうかな、ウイスキーボンボンとか言うて、ああいうチョコレートあるやんか。うんうん。あれではない。でもね、ちょっとアルコール分残ってるって言ってたから。ウイスキーボンボンっていうのは甘いやろ。うん。これはそんな甘くない。普通のチョコレートっぽい。普通のチョコレート。でも美味しかったですよ。結構数あるやんこれ。うん、土産でくれんの。いや売ってるんです。あ、売ってんの。隣にね、売店があって、うん、ショップがあって、うん、で、いろいろとね、うん、何があったっけ、多分おせんべいみたいなのとかクッキーみたいなのとか、うん、いろいろあるんですよ。ビールを使ったやつとか、あとビールのグラス、うんうん、キリンのグラスとか、うんうん、そういうのもありました。うーん、薄張りのやつもあった。キリングッズやね。うん、そういうのもありました。食べ物もいっぱい、うん、あとチーズ系みたいなのとかね、そういうのも売ってました。おー、うん、でそこでその試飲するのは3杯やけども、うん、その後どれぐらい飲んだ。いや飲んでないって飲んでるやろ正直に言うてみ。飲んでない飲んでない帰りヘベレケでって言ってたんちゃうん。大丈夫。ほんまかい。うん、だってその後ちょっと私今ほら写真のお仕事とかいろいろしてるじゃないですか、レッスンとか、うんうん、で久留米にある心地カフェっていうカフェがあって、うん、でそこの写真撮りをしたんです。うんうんうん、なので、酔えないから。ほんまかい。ほんまかい。ほんまですか。私飲まないと、エンジンかからないとか言う。あ、そっか、飲まないと手が震えるから。そうそうそう。ひどい。あるやんか、それ、あるちゅう。隣の売店は罠って書いてありますけれどもね、ついつい買いたくなるんですよ。うん、で、飲んでるからみんな気が大きくなるからね。うん、あ、これいいじゃない、みたいな。はあ結構みんな買ってました。うん、ググって確認しましたが、大瓶、中瓶、小瓶関係なしに全て口径が一緒だそうです。同じだそうですということで。うーん、あ、そうなんや。ということらしいですね、うんうん、そういうゆずさんはあれやね、その山崎かで行ったんやんか、サントリーの。行きましたよ。そういうとこばっかり回ってるわけそう、ただで酒飲めるとこそう、その通り。山崎よかった。かなわんだぜただで酒飲めるとこばっかり探し出したなそうそうそう。今庭は何が咲いてたんですかということで、ポピーが咲いてますね。のりさん、もう一回ポピーの写真を見せてあげてください。ポピーピーポピーはね、どこや、どこどこどこ。今は夜になると必ずアルコール入ってるイメージがということで、今日飲んでません。入ってる今日飲んでません。どこやったかな、これでもないし。飲まないとシャッターが押せないゆず。いや違うから、これかでも、うん、もう一個前、これ、これやろ。あ、そうそう、これポピーです、うん、それと次の写真もですね。それから、うん、ゆずちゃんが飲まないなんて76年に1回の出来事だよねとかって、なんかそんな聞くと、なんかほら天体ショーみたいですよね、なんかのね、うん、天体ショーあるもんね。ありますね、21日ですかね、うんうん、はい、皆さん見に行かれるんでしょうか。あ、そうそう、あと酒蔵とか試飲会とかなるほど。はい、その通りです、うん。あ、そういえばね、キリンの
瓶ビールに、キリンの絵が描いてあるじゃないですか。うん。あの中にね、うん。キリンって書いてあるんですよ。知ってました？なんでもって言うて。え？あのね、キリンの絵の中にね。キリンの絵の中に。キリンって書いてあるの。キリンって書いてある。どこやろ、そんな。知らない？あの、あれか、アルファベットでか？うん。カタカナ。カタカナで？うん。今度ゆっくり探してみて。今度ゆっくり見るわ。うん、ねえ。そら知らんかったな。なんか、恵比寿とかだと、ほら、あの、太陽、釣ってるじゃないですか。うんうん。私、恵比寿の記念館にも、またかい。東京行った時行ったんですけど、あの、ね、両方、タイが、こう、釣られているのがあって、うん。で、それも、それはもう滅多にないんですよ。なんか、それは当たりみたいな。あ、みんな知ってるんや。みんな知ってるね。私だけ。かなり有名なお話よって。私だけ。みんなすごい嫉妬。みんな嫉妬。知ってる、知ってる。知ってるんか。ひまわりも咲くんですか？私知らなかったけれど。へぇー。コスモスの時期はね、とっても有名なんですけど。ね、ひまわりも咲いていると。ねえ、お花をが好きな人はお花を楽しみ、お酒が好きな人はお酒を楽しむと、ね、いう感じで、ね、まあ、2倍楽しめる、ね、キリンビアパーク。ね、今日は、そんな、キリンビアパークのお話でした。次は、あれ？朝日？朝日？朝日ビール？ねえ。いや、九州どこも歩いてて。あるよね。順番に、荒らして回る？いいかも。いいかも。なんか来月どこ行こうかなと思ってて。うん。それは朝日やな。うん、朝日はね、大阪の吹田にあるね。あ、そうなんだ。うん、でサントリーが山崎やろ。うんうんうん。うんうん、そうか。そうですね。なんかでもね、ウイスキーの工場とやっぱりビールとやっぱ全然違いますね。なんかこうウイスキーってこうなんかこう歴史を感じるような、なんかそういう雰囲気があるんですけどね。なんかこう、ビールって言ったら、あんまりそういう感じはしなかったですね。うんうん。なるほどな。タイ2匹じゃなかったですかということで、あ、タイを両方に抱えてるっていう、なんかね、いつもと違う絵柄が時折入っているそうです。探してみてください。そして、僕の着物の羽織の裏地がキリンなんですよということで、粋ですね。うん、次は札幌がいいかな。北です。あ、オッケー。そこにあるんか。私どっか行ったような気がする。あ、あれ札幌だったのかな。いや、北でなんか行ったんですよ、私。北はどの辺なの。北って、うん、大分の方に行く途中にあるんですよ。あ？大分の方を向けていくやな。に行く途中になんかあったみたいです。うん、この日田っていうのは、おひな様が有名なところなんですね。おバドワイザー言うたら、やっぱりピシッとお姉ちゃん？お姉ちゃん？イメージやね、うん、そんないてるんかな？バドワイザーとか、工場あるの？日本に。あ、どっか作ってんかな？ねえ。OEM かなんかで。ちょっとそれ、ちょっと行ってみて。あ、朝日かな？バドガールの。バドガールの真似しいなや。洋服買って。それだけやめて。それはやめや。それで写真送りつけるわ。大胆な。まだ舞妓さんの格好あったらあ。あ、ですね、ですね。うんうん、次はジビールでしょ、ジビールでしょってよ。おぉ。いろいろあんねんな。いろいろね、ありますよね。ジビール。九十とかにもあったような気がするな、地ビール。大分自動車道にあるって書いてありました。ほう。近くです。そうです。それから、うん、うん、ごめんなさい。飲むのから外れられへんな。何何？ね、飲み物の方からは。飲み物の方からね。探索。ね、朝日ビール園ならすぐ駆けつけますということで。いいですよね。なんかこうみんなで飲んで。歌って喋って今回そんなとこ美味しいも食べてね、うんうん、あ、そっか、じゃあ
朝日ビール園もなんかぜひレポートしたいと思います、うん、でもなんか中の途中のビールのところはダブってもいい？絶対ダブるよね。かなあ、なんか他にいいところがあればまたねご紹介しようと思いますけど、あの楽しめるの方に行くと焼酎メーカーさんとかごま焼酎とかね、あの紅乙女酒造っていうところがあって、九州はねやっぱりその焼酎とかのイメージがきついからな。うん、でも博多はどっちかって言ったら、博多はあれか、まああの南の方やね、どっちか言えばね、やっぱり焼酎になると宮崎だとか、うん、鹿児島とかね、はい、熊本とか、うん、うん、ですね、うん、あとはに立ち洗いに行けばワイン工場もありますよということで、うんうんうん、ね、あと久留米あたりはあの日本酒の蔵元さんですかね。ああそう。がたくさんあるんですよ。で、筑後川っていう川があって、その川がね、川沿いに結構あるということでですね。なんか地酒ええのあったら そういうのを紹介してほしいっていうのもあるの。地酒。あ、お酒の方がいい？うん、地酒ってなんか雰囲気あるやん。あーですね、うん、じゃあちょっとふんふんって火つけてもだなみたいな、行かなくちゃだわ、火つけてもあのね糸島にもあるんですよ、あのね地ビールと日本酒を作ってる蔵元さんとかが、巨乳ワインって何、ん、何巨峰じゃないのえどこ巨峰ですよ。あ、そうよね、巨乳じゃないね。巨乳じゃないですよ。はい、ちょっと回ってきました。うん、やっぱり。うん、何書いてある？バドユズ 3D 写真を送られたら1週間以内に他の人に送りつけなければならない。どんな罰ゲームですか？ちょっときついね。きついね。それから巨峰ワインも飲みたいですね。でもちょっと甘そうな気がする。そして、今福岡なら期間限定でエクストラゴールドバー、あ、なんかどこでしたっけ、大名の方でしたっけ、なんかそういう話をしたような気がする。それから北谷ということで、北谷さんどこでしょうか。それは何、地酒なんですかね。和服さんお願いします、うん、そして、ゆずさん今度関西にいらしたら京都山崎のサントリーの山崎蒸留所の工場、それ行った行ったしましょう、もう線路飲み倒したわな、住んでました、もう飲み倒しました飲み倒したあれへんわ、人たるかなわんだもん。山口県も日本酒の蔵元多いですよということで、お、うん、山口県も多いんやな、うん、白糸酒造さんっていうのもあるんですね、そういえば。地酒は結構なぁ、ええなって思ってな、もうちょっとじゃあまあ仕方がないので、仕方ないってそういうとこやね、うん、そんな感じで、酒ネタもね、うん、織りますながら、うん、仕方がないからだからもうお届けしようかなと思ってます、このゆずとおしゃべりしようか。ということで、ゆずフォトのコーナー、今日はキリンビアパークのお話をさせていただきました。皆さんお酒の話だとね、なんかそれ話聞いただけで酔うてきた。いや飲んでるからでしょ。巨峰が巨乳に見えるやん。あかん。かなり飲んでる。ということで、うん、そろそろねエンディングに行こうかなと思っております。エンディングはいつものように宝子さんで愛の道を、あなたと私、あ、合ってたっけ、あなたと私、うん、そうやね、愛の道をあなたと私、ね、この曲でお別れという形にしようと思いますので、エンディングの曲を流していただこうと思います。白い砂浜に
がたとメッセージ二人いつまでも一緒と誓いのキス繋いだ手から伝わるあなたのぬくもりもう離れたくないと強く思った海を越えて時を越えて、はい、いうことで、今日のゆずとおしゃべりいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2週目の水曜日の夜9時半からね、のりさんと一緒にお届けしておりますが、いろんなことが重なって、ずれたりしますので、皆さんまた私の TL、 それからのりさんの TL の方をチェックしておいてください。多分次回の2週目の水曜日の夜9時は私仕事が入ってるんでずらしてもらう予定です。よろしくお願いします。それからですね、画面の右側にコミュニティに参加というボタンがありますので、またこの番組聞きたいなとおっしゃる方がいらっしゃいましたらポチッと押していただければ、嬉しいです。どうぞお仲間になってくださいませませ。よろしくお願いいたします。ということで、私の番組、毎週日曜日夜10時から、ゆずのカクテルタイム、生放送で、こちらはですね、ツイキャスでお届けしております。ね、タロットとか、私にいろんなセリフを言わせるコーナーなんかもあります。こちらの方はですね、ダランダランとやっておりますけれども、来週はですね、久留米の森久さんが、出ていただいて、なんかアウトドアについてのお話を、する予定になっておりますので、またお時間がありましたらぜひそちらの方にも遊びに来てくださいね。ねえのりさん、そうやね、恐怖のタロット占い。いやいや、ハッピータロット、はハッピーね、はい、間違いのないようによろしくお願いします。ということでですね、楽しかったのりさん。はい、よかった。みんな楽しかったのかな？酔いました。いや、それ私に酔ったんじゃないよね。それはない。あれやね。花の写真見てて、酔いようがないや。そうですか。うん。酔いました。うん、はい。ということで、本当にね、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また、来月、ね、のりさんと楽しいお話をしたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。じゃあのりさん、はい、終わりますか。そうですね、うん、今日も本当に遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた来月、またよろしくお願いします。バイバーイ。